どうも、体験大好きひなあられです。前回ですね、最近話題のハイブリッド体験っていうところを、ミラボのハイブリッド体験ダラオララとか、ムヘトのハイブリッド体験ドラドララとか、ミラボ体験ドラゴン 5V っていうところの火力検証、比較検証っていうのをやってきましたと。で、その時には何件かコメントをいただきましたよと。例えば、モンスターがダウンした後に、抜刀ため、強ため、その後に新ためで打った全ての合計値の比較を見たかっただとか、バフについてもあって、力の詰めとか猫飯とかいろいろ攻撃力を上げるためのバフがあると思うんですけど、表記レースにはこのバフが倍率としてかかってきますよと。一方で超回心みたいなのは、バフが乗る前の純粋攻撃力が倍率にかかるみたいな、そのダメージ計算式って単純じゃなくて、こういう裏のメカニズムみたいなのがありますよというところですね。今回は、その全てを明らかにしたいということで、前回と同じ3武器の構成で、かつ全ての武器のモーションのダメージを、算出して、表記年数のゲージごと、4ゲージありますよね、もう全部算出して、それを全て比較していきたいというふうに思いますと。で、私、ひなあられではこんな風にモンハンの攻略動画とか、ライブ配信っていうのをやったりだとか、いうのを継続してやっていこうと思ってますと。一方でね、ライズがね、発売されたらそっちに切り替えようと思っていくんですが、モンハン好きの皆様には、損をさせないチャンネルにしていこうという風に思ってますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いしますと。で、ここからが本題なんですが、それでは、比較する武器3つを紹介していこうと思うんですが、基本的に構成は前回と全て同じですと。で、1つ目は、ブラックミラブレード、ミラボ体験を装備したハイブリッド体験ということで、ララオララ、カーナ 4V、オルブング 1V の構成になっておりますと。基本的にそうですね、火力系のスキルではこういうふうに積みつつ、という感じですね。匠も積んで、紫ゲージも上げていると。ただネックとしては、抜刀時以外の時は、回避心率が最大でも85%というところが、ネックかなというふうに思いますと。で、2本目の体験は、ムヘド体験を装備したハイブリッドということで、ドララですね。カーナ 3V、ドラゴン 2V ということで、ムヘド体験を装備してるってことで、回避心率が下がらないということで、この体験に関しては、抜刀時以外でも常に回避率100%というのが狙える構成になっておりますと。で、3つ目に紹介するのが、ノットハイブリッド体験なんですが、ミラボ体験を装備した、ドラゴン 5V というところですね。表記年数の、力はないんですが、精霊の加護5済みだとか、整備5っていうところがつけるので、より快適に、常に回避率100%で、戦うことができるという武器構成になっておりますと。それではダメージ計算の方をしていきたいと思うんですが、前回ね、似たような動画を上げさせてもらったことあると思うんですが、今回はいただいたコメントを、検証していきたいということで、かなり細かいところまで触れていこうかなというふうに思ってますと。で、総ダメージっていうのは、物理ダメージと、属性ダメージが出されるってことは結構有名だとは思うんですが、まずは物理ダメージの方から求めていきたいというふうに思いますと。で、私もですね、アイスボーンの公式攻略本だとか、いろんな数々のネットの情報とかいろいろ見させてもらったんですが、クワティさんっていう方がですね、紹介されているページがですね、一番わかりやすかったので、今回はそのクワティさんが紹介されているその画像データとかっていうところをですね、参考にさせてもらいながら説明していきたいなというふうに思いますと。で、まずは表示攻撃力から、基礎攻撃力を出さないといけないですということで、体験の場合は4.8っていうところなので、4.8と割ってもらうと、そうすると基礎攻撃力が出てきますと。ここからが重要なんですが、ダメージ計算式って4つのパラメーターがあってですね、各その相関関係を知らないといけませんと。こちらが冒頭のコメントで紹介させてもらった、バフは表記錬成はかかってくるけど、超回心のかかってこないみたいな話がここに、直結してきますよと。ということなので、基本的に ABCD ってありますけど、左側の方の、火力を上げていけばいくほど全体の、攻撃力が上がるということが分かりますよね。それではまず、順番に、A っていうところから求めていきたいと思います。A に当てはまるカテゴリーはですね、武器本体の、スペックを、直接上げるような、ものになっていて、例えばカスタム強化とか、パース強化とか、覚醒強化、ムヘッドの覚醒強化っていうところが、当たりますと。次にですね、B の方を求めていきたいというふうに思うんですが、今さっき出した値に対してね、B の定山バフっていうのをかけていくんですが、例えばですね、回避の衣装だとか、不屈っていうところが、ここに、乗ってきますよと。
まあ、それ以外にもですね、あの、まあ、砲術とかですね、まあ、特殊なスキルっていうところもここに載ってきますと。まあ、その次にあの C っていうところを求めていきたいんですが、まあ、C はですね、まあ、加算系の火力スキルとか火力アイテムという形になっていて、まあ、よく皆さんがね、入れている、まあ、攻撃スキルとか、まあ、挑戦者とか、フルーチャーとかね、最下転覆逆恨みっていうところとか、アイテム系ですよね。あのバフになってますと。これは結構有名だと思うんですが、その鬼人薬とか鬼人薬グレートって、まあ、重複しないですよね。あとは怪力の種と、怪力の眼薬も重複しないとかいうところがあるので、まあ、重複しないスキルに関しては、まあ、オレンジ色で囲んでもらってるみたいです。これまでであの計算した式は最後 D っていうのをかけていくんですが、まずその D の中にはですね、あの武器補正みたいなやつがあって、あのまあ、タチの、ね、電気ゲージだとか、装中痕の、まあ、エキスの火力が上存で求められますと。で、まあ、その次にあのモーション値っていうところですね。まあ、体型のね、新ため切りは、まあ、モーション値211って形になってるんですが、まあ、それぞれ武器ごとに、まあ、モーション値がありますよというところで、まあ、それをかけていきますと。まあ、今回はですね、まあ、全てのモーション値を計算していきたいというふうに思いますので、まあ、どれが一番火力が出るかっていうところも全て明らかにしたいというふうに思いますと。で、まあ、その次に、まあ、回心補正っていうのをかけると。まあ、ここも有名ですよね。その、まあ、皆さん、超回心はレベル3まで積んでもらって、で、回心率が 100% にしてる方が多いと思うんですが、まあ、ここの火力がでかいからというところですね。で、お次はその切れ味補正っていうところをかけていきますと。で、まあ、ここね、もう紫ゲージとか白ゲージに、まあ、維持してる方が多いと思うんですが、そこはですね、モンスターに対して、まあ、弾かれないっていうところだけではなくて、まあ、火力の方も上げたいというところもあるのかな。で、その次に、これなんて読むんですかね、中腹補正なんですかね、ちょっとよくわからないですが、まあ、ゲージ限定である補正。まあ、これね、私知らなかったんですが、刀を下ろしたとき、振り下ろした武器がどの部分にモンスターがヒットしたかによってダメージが変わってくるということで、厳密にはまあ中央から先端付近の部分までで、まあ、根元は含まないみたいな、だからまあそこでヒットした場合は、攻撃力が 1.03 倍になって、それ以外の場合 1.0 倍になるということで、僕もね結構不思議に思ってますけどね、火力の検証してると絶対2パターンのダメージになるんですよ。なんて2パターンのダメージなのかなってすごい疑問に思ってるんですけど、まあ、それの理由がこの中腹補正だったという感じになっておりますと。で、切り方補正、これも僕分からなかったんですけど、まあ、切り味ゲージがね、黄色以下の場合のみに適用されるものみたいなので、まあ、今回はね、というか、まあ、基本的には考えなくていいのかなというふうに思いますと。で、この後ね、ガンダムの場合、まあ、距離補正とかっていうところも、まあ、掛け算されていくんですが、まあ、今回は体験の動画ということで、まあ、省略させていただきますと。で、もし気になる方は、まあ、概要欄にクワッティさんの、まあ、URL のを貼っておきますので、まあ、よかったら見てみるのはいかがでしょうか。すごいね、わかりやすかったので、僕も感激して、ね、Twitter で DM 送っちゃいましたね。もうわかりやすすぎて、もう感動しましたみたいな。あとは怒り補正っていうのがあるみたいですね。これも僕知らなかったんですが、怒り状態の時ってモンスターの防御率が変わるみたいなんで、まあ、怒れば、基本的に、まあ、防御力が低くなるような構成になっているそうです。その次に、まあ、状態異常補正ですね。まあ、寝てる時って火力が上がるって結構皆さん有名で、よく大樽爆弾とか置いてると思うんですが、まあ、それはまあ攻撃力が2倍になるというところがありますと。で、まあ、アサシンの衣装。まあ、あんまりね、これつかないと思うんですが、アサシンの衣装って、まあ、隠れてる状態で砲撃を当てると、まあ、1.5 倍の火力になるというところですね。で、最後に、この表記連星っていうのが、乗っかってくるというところになってますので、前回ね、私紹介させてもらった動画で、まあ、表記連星レベルが、3だと 1.3、2だと 1.2 倍、で、1だと 1.1 倍っていうふうに紹介させてもらったんですが、実際にね、自分で、火力の検証っていうのをしてみたら、そこちょっと間違ってたということで、ちょっと大変申し訳ないんですが、まあ、1.3 倍、1.15 倍、1.05 倍というふうになってるということでした。で、肉質補正っていうのをかけていくんですが、例えばね、ミラボレアスの頭なんか肉質75なんで、100分の75っていうのをかけてもらうと。それでは、冒頭に紹介したブラックミラブレードのハイブリッド体験の構成で、この計算式を当てはめていこうと思うんですが、まずは基礎攻撃力を出さないといけないですね。ということで、ブラックミラーブレードの基礎攻撃力は 1632÷ 武器倍率 4.8 で340というのが出てきますと。この340っていうのが、まあ、耐久の中では一番高い攻撃力になってますよね。で、その次に、A っていうのを求めていくんですが、まあ、今回はその A に該当するものが、まあ、ありませんでしたと。いうところ で、次に B っていうのを求めていこうと思うんですが、不屈っていう、ね、スキルがまあ持ってるんですが、発動条件ないので、B も1倍になったということで、次にまあ C っていうのを足そうと思うんですが、攻撃スキルが、
4つついているので、まあ、12を足してもらって、でフルチャージも発動するので、まあ、20足してもらうので、まあ、基準薬グレードとか、まあ、種とか岩薬っていうところは、まあ、今回は、飲んでませんよと。で力の動くと爪を、持っているということで、まあ、15足してもらって、猫の食事は何も食べてないので、で最後にですね、抜刀術力っていうのも、私が検証していたところ、この C っていうタイプに属することが分かりまして、でなおかつですね、5っていうのが乗っかってきますよと。で5って結構でかいですよね。攻撃スキル2つ積んで6ですから、なかなか美味しいなと思いますと。まあ、最後に、D っていうところを、まあ、かけていこうと思うんですが、D は、まあ、ため切りさんのモーションって110を採用して、まあ、110かけますと。で、超回心が発動しているので、まあ、1.4 をかけてですね。で、切れ味も紫なので、1.39倍かけますと。で、中腹補正は、中腹部分がヒットしたということを仮定して、まあ、1.03倍をかけますと。で、切り方補正はね、黄色の切れ味じゃないと関係ないですよね。で、怒り補正も1倍にして、表記連成は、一番ケージがマックスで 1.3 倍で、肉質は、まあ、0.8 をかけますと。で、丸太の肉質って、80なんですよね。80ってどれぐらいなんだって話なんですが、ミラボレアスの頭の肉質が75で、傷つけすると 82.5 なので、ちょっと傷ついたミラボレアスの頭って感じですね。で、それをまあかけていきますと。まあ、そうすると、物理ダメージは898ということが分かりましたと。まあ、余談なんですが、物理ダメージは上限ありますよということで、有名なのが、ヘビーウォーガの鉄鋼で、上限超えちゃったみたいな話があると思うんですが、その原因はこいつで、基礎攻撃力 A×2 より、基礎攻撃力 A×B プラスが超えれないということで、まあ、これどういうことなのっていうと、まあ、今回の場合と体験的基礎攻撃力340ですよね。で、A が0で、×2 倍で680っていうところをまあ超えれないというところで、いくらね、B で腹痛 1.2 倍積んだりとか、C でね、力の爪とか、まあ、いろいろ積んでも、まあ、680は超えれませんよっていうところですね。まあ、ボーガーの鉄鋼でよく上限に達しちゃうのは、この B のスキルが強すぎるんですよね。砲術スキルで 1.5 倍で、猫の砲術で 1.15 倍ってやっちゃうと、もう簡単にね、×2 倍にいっちゃうので、なので、まあ、上限に簡単に達してしまうというところでしたと。それでは、最後に属性ダメージっていうのを出していこうと思うんですが、属性ダメージって物理ダメージを低くしてモーション値が乗らないだとか、バフが乗らないっていうところもあって、かなり単純に計算することができるということで、物理ダメージを低くすると、まあ、さささっと説明していこうかなというふうに思いますと。で、まあ、計算式なんですが、まあ、近接武器の場合だと、流属性は220って出てますので、まあ、属性値220÷10、かける属性補正かける切れ味補正かける怒り補正かける状態異常補正かける全体防御率かける、まあ、アサシンの衣装かける、表記連載かける、属性耐性というところになっておりますと。まあ、肉質じゃなくて、まあ、属性耐性というところが、まあ、若干違うのかなと思います。で、一つ注意事項があるとすると、この属性補正っていうのは、まあ、若干ややこしくて、まあ、元の、まあ、属性値、まあ、今回だと220なんですが、これがですね、まあ、240以下だと元の属性値に150足されるということで、まあ、370になりますと。で、240より大きい場合は、元の属性値 ×1.6 倍になるということで、まあ、この式値をね、まあ、超えないと、まあ、属性値がよりちっちゃくなってしまうということで、まあ、なんとかね、属性で振りたいんだったら、まあ、まあ、240は最低でも、まあ、超えてもらわないと、あんまり、まあ、意味がないですよっていうところが、まあ、分かっていきますと。で、まあ、その計算をですね、当てはめるとですね、23っていうダメージが出てきて、まあ合計値がまあ922ということになりましたと。それでは計算式やってるか確かめていきましょうか。まあ、922というダメージが出たので、バッチリ計算式は合っていたということが分かりましたと。それでは、最初に紹介させてもらった3つの武器で、全モーション別、全表記連成別の火力っていうところを出力していこうというふうに思いますと。で、まあ、計算式がね、全部明らかになったんで、まあ、ささっと、まあ、ツールを作ってみて、で、それを結果を出力しましたと。で、検証条件なんですが、ここすごい重要だと思うんですが、まず、力の護符とか力の爪を持った状態で、まあ、食事はですね、大。猫の食事大が発動した状態、かつ、基準薬グレードを飲んでいて、怪力の種と、基準の粉塵は、使っていると。これくらいって結構よくやってることが多いですよね。で、かつ、必ず、会心時の火力で出していますっていうところと、中限補正は、1.03 倍、まあ、中限が当たっていることを仮定していますと。かつ、まあ、挑戦者も発動しているので、モンスターが起こった状態というところで検証した結果がこちらになりますと。まあ、そうですね。まあ、やっぱりミラボ体験のララオララが一番、まあ、火力が出ますよっていうところなんですが、まあ、注目のところはですね、ミラボ体験の、ドラゴン 5V
の時の火力、まあ、例えばそのタメギリさんが783ですけど、あの無ヘッド体験のドラドララだと表記連星ゲージがあの3ゲージ目になるとあの火力が下回るっていうこともあるので、あの、まあ、安定して火力が出るのはミラボ体験の 5V の方が無ヘッド体験のドラドララより、まあ、出るのかなっていうのが分かりますよね。あとはですね、あのタックル123って書いてあるじゃないですか。これご存知かどうかわからないんですが、タックルってどのタイミングで出すかによって火力が変わるんですよね。こんな感じ、その体験のための段階によってタックルの火力が変わってくるということで、キャンセルした箇所がまあ後ろになればなるほど、まあ、火力が上がる構成になっておりますと。で、注目すべきところは新ため切りですかね。火力がね2000超えちゃってますよね。あと今日投げ払い123ってやつもありますけど、まあ、これもタックルと同じように出すタイミングによって火力が変わっていくという構成になっておりますと。でお次は、まあ、注目のところは、新ため切り競技機ってやつなんですけど、あのこの競技機っていうの知ってますかね。先ほど説明したその新ため切りさんと新ため切りさん競技機ってやつがあるんですけど、その競技機と競技機じゃないバージョンがあって、これ何なんですかっていう人がもしかしたらいるかもしれない、説明していこうかなと思うんですけど、まあ、新ため切りってあの、まあ、ご存知のようにあの出し方はすごい簡単だと思うんですが、まあ、こんな感じで、はい、これですね。で、ここの分のすごい、あの新ため切りってこんな風に2発セットになるじゃないですか。ピョンピョンって跳ねて、で1発目のヒットが肉質45以上の部位に当たると、2発目の攻撃が強撃っていう形になって火力が上がるんですよね。モーション値が変わりますよというところで、まあ、例えば新ため切り3だと強撃バージョンだとモーション値264に対して、強撃じゃない場合で211なんで、かなり火力が変わってますね。まあ、ちなみになんですが、あの今、表示されている新ため切りさんの強撃で、ミラボ体験ララオララとか2721とか、無ヘッド体験ドラドララで2249というダメージが出てるんですが、これは、実現できない数値なんですよ。っていうのも表記連星ゲージが4ゲージ分保った状態で2発目の新ため切りを当てることってできないんですよ。あの2発セットになってるので、1発目の攻撃が当たったタイミングで表記連星のゲージが3ゲージ目まで落ちちゃうんで、結局この計算された数値は幻の数値っていう形になってますね。あとはですね、まあ、飛び込み投げ払いとか、まあ、切り上げとか横殴りとか、まあ、どこで経由するかによっても火力は若干上がるんですよっていうところぐらいですかね。お次はですね、ため切り上げとか落下突きとかですね、なんかこの技ってなんか名前聞いてもちょっとピンとしないかもしれないですが、ちょっと説明しておきますね。これですね、この技、これがため切り上げですね。で、落下突きがさっき の切り上げから派生した技なんですが、まあ、これもため段階によって、まあ、火力が変わっていくという構成になっておりますと。で、ノリ成功、ため切り123っていうのは、ノリが決まった時の、一番最後に、体験で、ノリフィニッシュあるじゃないですか。それですね、最後のフィニッシュ技になっておりますと。意外と火力、でかいですよね。2000超えてますもんね。ミラボ体験、ララオラとかだと。最後にクラッチクローの攻撃の火力に関してなんですが、まあ、クラッチクローってね、皆さんご存知だと思うんですが、これですね。で、クロー攻撃が、これですね。で、傷つけがこれなんですが、一発で X 発で最後の一発っていう形になるんで、傷つけ一発と武器攻撃の落下中っていう技が X 発当たって最後にドカンと大きい攻撃が当たるっていう構成になってますと。で、この武器攻撃落下中っていう技ってどこの部位から傷つけするかによって何回ヒットするかが変わるんですよね。高いところから打てば、ヒットする回数も、まあ、こんな風に8回って今出てますよね。低いところから傷つけをすると、まあ、こんな風に6ヒットってなるんで、その落下攻撃の、当たる数が変わるっていうとこでした。それがまあ全モーション別の、火力の比較結果ということになりましたと。まあ、この結果を見て思ったのが、そのまあミラボ体験ララオララってまあ回心率がまあ 85% バット時以外の時はっていう形にはなるんですが、まあ、一番火力は出ますよと。まあ、一方で、無ヘッド体験のドラドララって、まあ、常に回心率を 100% 狙っていけるんですけど、表記連星ゲージが一つでも落としてしまったら、ミラボ体験の 5V が、まあ、火力が出るっていうことで、無ヘッド体験のドラドララを使うぐらいだったら、ミラボ体験のドラゴン 5V を使った方が安定して火力が出るっていうことが、まあ、見ればわかるかなと思います。で、最後にですね、ミラボ体験ララオララとミラボ体験のドラゴン 5V ってどっちが火力が出るのってとこなんですが、もちろんね、ミラボ体験のララオララって、
抜刀時に会心は100%になりますが、そうじゃない時は会心率が、うまくやっても85%っていうことなんですが、真為斬りに強撃で、2192出るに対して、1632っていう差はあるんですが、ここで会心率っていうところを加味すると、会心が出ない時の攻撃力って、1565なんですね。それが15%の確率で出ますと。で、会心が出た時は2192っていうダメージが、85%の確率で出ますっていうことで、アベレージを取ると2097っていうダメージが出てくるんですよね。ってことがあると、2097なんで、ドラゴン 5V で常に安定して会心を出していくより、平均すると、火力は出るんじゃないかなっていうのが、この結果から、分かりましたと。もちろんね、ミラボ体験ドラゴン 5V は、精霊の加護とか整備とか、いろんなスキルがつけれるので、安定さは全然違うと思うんですが、本当に純粋な火力っていう点でだけで考えると、表記錬成を使ったミラボ体験が一番火力が出るんじゃないかなということが、分かりましたと。それではですね、今回動画終了していこうと思うんですが、こんな風にですね、もしよかったら、例えば表記錬成の片手剣とかも結構流行ってますよねっていうことなので、もしかしたらそういった動画も今後作ってアップロードしていこうかなというふうに思ってます。なので、よかったら興味がある方はチャンネル登録の方よろしくお願いしますと。で、ライブ配信とかもやってるので、よかったら遊びに来てください。ということで終わります。バイバイ。で、皆さんってそんなことやってて楽しいんですかみたいな意見もあるかもしれないですが、僕ってその、職業はね、ソフトウェアエンジニアっていうこともあって、大学の専攻理学部っていうこともあって、楽しかったですね、シンプルに。最初ね、計算式とかが合わなくて、攻撃力が1とか2ずれるみたいになってたんですが、結局ね、抜刀時の力を忘れてただけだったんですが、それをね、あちゃかちゃかちゃかちゃこうね、検証したりするのがですね、ソフトのデバッグしてるみたいですごい楽しかったです。